こんにちは、沼です。パワープラフリーやっていきます。今回は環境激変、野球マスクすらすでに選択肢、今パワープラアプリに何が起きているのか知っておくべきことを皆さんとおさらいしていければいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。ということですね、皆さん、本日パワープラアプリが3時にメンテナンスが終わって、このように UI が変わったりとか、まあ、いろんなアップデートがなされました。その中に、まあ、めちゃくちゃ大事なものがいっぱい入っていたので、普段こういう、まあ、お知らせ読みじゃないですけど、出さないんですけど、まあ、今回は、こう、皆さんと、一つ一つね、知らない、見てない、まあ、あんまり意識してなかったって方もいると思いますし、まあ、皆さんがね、どういう風に感じたかっていうのもね、コメント欄で教えていただけたらすごく嬉しいなと思ってやろうかなっていう風に思いました。で、まあ、今日の目玉は間違いなくこれだと思います。この本日来た配信2500日&パークへ配信記念ガチャ。まあ、これに僕も、こう、3時のアップデートが終わって目に入って、あ、うわ、レイリーめっちゃ可愛い、欲しい。しかも、よくよく見たらピックアップ率高くて、僕がワーキャーしてたガチャ動画は、まあ、なんか、割と普通だったみたいな感じで、こう、いろんな方に言われて、まあまあ、確かに 40% あったら、どっちかは低いよね、みたいな感じで、なんかちょっと、こう、僕の中のテンションが若干下がり気味になったんですけど、まあ、これが間違いなく、まあ、今日の、まあ、一番の目玉なのは間違いないと思います。まあ、ガチャ更新でガチャ回して、こう、新キャラ入るっていうのは、まあ、本当に大きいことだと思います。ただ、これに匹敵するぐらいいろんなことが変わりました。はい。で、前からお知らせは来ていたんですが、昨日回収のお知らせで、これですね、サクセス持ち込みアイテムの一部返却ということで、天才の入部届、大丈夫の成功手形、次元マックボックスアイテムは返却対象外ですけど、それ以外のノーマルアイテム、招き猫とかね、カロリーバーとかは、セクション1を超えない限りは普通に返却されるという運びになりました。それは何が起きてるかというと、まあ、特に上位の方の方が嬉しいかもしれないですね。で、まあ、このような形で、この持ち込みアイテムを持っていって、センス丸の厳選をするわけなんですけど、上位は。まあ、もちろん、上位だけではなくて、セクション1でね、サクセスが、まあ、ちょっと詰まってしまったなとか、まあ、うまくいかなかったなと感じた場合は、これを持ち込んだアイテムが全部戻ってくるんで、普通にやめればいいという形になってます。なので、まあ、センス丸を特に厳選する僕とか、まあ、他の上位の方にとっては、まあ、非常に招き猫、カロリーバー持ち込みしやすくなったなと。いうことで、じゃあ何が起きたかっていうと、今僕レイリー入りのデッキこれで一回やってみようかな、皆さんに動画出せたらいいかなって思って、まあ、こんな感じでやってたんですけど、野球マスクがいらないとは言わないんですけど、絶対に入れなきゃいけないなっていう枠ではなくなったんですね。で、まあ、なんでそうなったかっていう話をすると、野球マスクって確かに強くて、まあ、申し分もなくて、こう闘争の環境適性も、まあ、一つも文句ないところなんです。唯一ケチつけられるんだったら、選手能力高くて追い越しづらいなと、野手だと、まあ、潜在能力が、まあ、一個生きないんで、ちょっとどうかなぐらいの感じだったんですよ。まあ、金得も確定だし、やる気も上げてくれるしっていうところで良かったんですけど、まあ、今回こういう環境になって、一番、こう、なんでしょう、割を食らったキャラというか、やはり固有ボーナスが、まあ、一個死んだとまでは言わないですけど、招き猫を持ち込めば良くなってしまったっていうのが、まあ、一つできたかなっていうふうには思います。もちろんね、進むを入れて、まあ、他のキャラ入れれば、回復やアイテムをね、一個多く持っていけるってこともあるし、まあ、そういう見方もできるんで、まあ、一概に、こう、なんでしょう。今、いや、まあ、全然進む強いじゃないですかって。まあ、それも否定する気もないですし。ただ一概に、こう、進むに依存していた環境が変わったなっていうところですね。まあ、選択肢になったなっていう必須からね。で、僕個人は非常に強く感じました。なので、結構幅広くまたデッキも組めるし、いろんな考え方、まあ、柔軟な、こう、構想も、よりできるようになったなっていう風に思います。これは本当に
すごく大きな、もう本当にイベントが完走しなくてどうしよう、まあ招き猫を持ち込めないから何とも言えんなっていう問題が一気に解決されそうな、お話だったかなっていうふうに思って、まあめちゃくちゃ重要だなということで皆さんに、まあこれは、まあ僕の中ではめちゃくちゃでかくて、まあ皆さんはどう感じたかななんていうことをも知りたくて、ちょっとお伝えさせていただいたっていうところと、もう一つ、まあお伝えしたいというか、まあ皆さんがぜひパワプルアプリをこう効率的に進めたいってことであれば、先にやっていただけたらいいんじゃないかなってことが、パワクエなんですよ。で、なんでかっていうと、このパワクエをプレイすることで、サクピーの上限がついにアップという運びになりました。まあ、1回、10回、あと100回で上がるのかっていう形になったので、今までね、本当に、この、4、5年、まあ、130で固定だったんですけど、これが上がることになりました。まあ、上がることで当然、石を割った時の回復量がアップするので、これは絶対的に先やった方がいいと思います。僕はその皆さんにサクセス動画を出す手前もあるので、まあ一回サクセスやってからこっちに移るんじゃないかなとは思うんですけど、まあこれは本当に先にやってサクセスの上限上げて、まあちょっとでもね、1秒でも早く上限の恩恵を受けられるようにすべきだなというところです。まあ、これは、なんかこう、普段効率のことをある程度考えて、まあ、頭は悪いんですけど、頭、サクセスやってて僕ちょっと頭悪そうじゃないですか。頭悪いんですけど、その効率のことは、それなりに考えていたりはするので、まあ、ここは、非常に重要だと思います。まあ、選手2人作るっていう枠もあるので、まあ、ここも早めに、まあ、やればいいのかななんていう風に思っています。まあ、選手ランク S とか、あとは能力オール S ぐらいだったら、闘争学園でやってしまって、セクニくらいで退部すれば、まあ、ちょうどいいのかなっていう感じもあるので、よりね、効率を求めたいって方はね、そんな形でもいいんじゃないのかなっていう風に思いますって話と、あとは通常スタジアムでリーグ8以上に3週間連続在籍も一つ入ってきたので、僕ちょっと実は、本当にむちゃくちゃバタバタしていて、スタジアムリーグ6なんですけど、今、本当に8に在籍を、まあ、最低3週間する意義も非常に大きく出たかなっていうふうに思います。なので、まあ、このあたりはしっかりとこなした上でサクセスに戻って、まあ、千丸厳選する人がいれば、千丸厳選するなり、セク1厳選ですね。ってこともできるようになったと思うので、まあ、セク1の調子が悪ければ、セク1が終わる前に退部するという形も取れるようになったなっていうふうに思います。まあ、このセク1厳選が他の高校、まあ、闘争学園だと、やっぱりセク2に入ってからが本番みたいなとこあるんで、なんともわかんないんですけど、まあ、セク1のスタートダッシュがより重要そうな高校が出た場合、それこそ、強化エビル来るかわかんないですけど、強化エビルが来た場合は、タックフィニッシュの回数とか、あとは、ま、その、なんだろう、新しいギミックがあれば、それ次第では、セク1も非常に重要な要素になり得るので、そういうことまで考えると、まあ、本当に、激変だなっていう風に思ってます。なんか僕がこれくらい熱量を入れるときって、そんなにいないと思うんですけど、お知らせが来たぐらいで。ただ、まあ、今回に関しては、もう全然違いますね。なんか本当に、すごいなっていう一言。もう、本当に、こう、いろんなことが遊びやすくなって、幅が広くなって、なんかこう、世界広がったなぐらいの感じなので、まあ皆さんはどういう風に思われてるか、ぜひ教えていただけたら嬉しいなっていうのと、やっぱり、その、まあ僕がポツポツ動画内で言ったりとか、まあ皆さんも SNS で、まあこういうことがこうなったらいいなとか、あとはアンケートが出た時に、たくさん書いていたりとか、まあそういう、全員のね、声が、こう、届いて、こういうことになったのかなっていうふうに思うので、なんか今後もね、まあ、このコメント欄とか、まあ、いろんなところを通じて、皆さんと意見交換しながら、やっぱりそういうところも、まあ、見ていただけているのかなっていうのもあると思うので、なんかこういう回を一回やりたかったななんていうふうに思いました。すごい。本当に。本当にすごいと思う。これは、確信ですね。やばいなって感じですね。僕は本当に今日一日、
なんかやっぱレイリー弾けてびっくりして、このお知らせをよくよく見てなんかこう本当に衝撃を受けたというか、今日はなんかすごい日だなっていう感じはしますね。はい、ぜひぜひ皆さんのご意見も一緒に教えていただけたら嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。